オートモードよ。食事をしながらでもプレイできるわね。で、どうして脱ぎ始めたの？私はここ。会いに来て、ユキ。大好きなユキ。ここに来て。さあ、みんな寄っといで。運命の鐘が今日も鳴るよ。ピザが焼き上がったよ。お上手でいらっしゃる。もう一曲踊りましょうぞ。
よっこらせっと。君は参加しないのかね。君だよ、君、人間の君。パレード、祭り、呼び名は何でもいい。飲んで歌って踊って楽しむのが我々の目的であり宿命。今日の祭りのテーマは何だったかな。おお、珍しき客人。すなわち君の来訪を祝ってということでもいいね。あはぁ、困惑しているね。当惑と言うべきかな。無理もないと言うべきだろう。君は人間だからね。うむ、珍奇なるかな。おっと、そろそろ運命の鐘が鳴る。ご大層な呼び名だが、しょっちゅう鳴るので気にすることはないよ。さあ踊ろう、永遠のダンスを。お客人も遠慮せず。いかんな、忘れていた。ハムスターのここの壺に名前をつけてあげる約束をしていたんだ。では僕は失敬する。これはまだ口をつけていないから、君が飲んでも構わないよ。
ちょっと。会いたかった、会いたかった。ユキ、私、会えた。ユキ、ユキ、ユキ、会えた。来てくれた、ユキ。あの、ちょっと、なんていうか、その…まさか二度寝してないわよね。たまには部屋の窓開けて換気しなさいよ。おう、おはようさん。ん？なんだ？今日から制服も半袖か？
パパも学生に戻りたい。ジャム？バターだけ？ちゃんならさっき犬の散歩に出かけたわよ。ユキは起こさなくていいって珍しく遠慮してたけど、よし、ではそろそろパパ出陣と参ろうかな。あ、そうだ、ユキ、学園に行くついでに豆買っといて。早いでしょう。はいはい、いってらっしゃい。
あおから出たの察知したんだね。相変わらず動物にモテモテだね。
かった。海が綺麗だね。今日もいい天気。夏が始まるんだもの。暑くて当たり前だよ。今日から夏服だもんね。毎年着てるのになんか新鮮だよ、ゆっくんの夏服姿。半袖ってなんだか恥ずかしいよね。もうゆうくん乙女心が分かってないの。ゆうくん、ごめんね、変な気遣いしちゃって。明日は学校の帰りにお花を買っていくね。シロちゃん連れてきた時のゆっくんの笑顔まだ覚えてるよ。羨ましかったな。そうだね、今はベイちゃんがいてくれる。でも、私もシロちゃん大好きだったし、お礼とかいいよ。
私のセリフまんまだよ。ゆっくんに言われると嬉しいな。ワンツーワンツー。あれ、ホンバー君だ。何してるんだろう。おぉ、ユキじゃねえか。それに立花。あおはよう、ホンゴ君。おい、爽やかな朝だな。ワンツーアウトかな。インファイト。はあ、見ればわかるだろう。ジャブかな。ストレート。はっ、次や。もしかしてボクシングかな。そう、ボクシング。今まさにトレーニングの真っ最中ってわけよ。いいか、ユキ、ボクサーってのはな、自分がそうだと感じた瞬間からボクサーなんだよ。そういう生き物なんだ。悲しいことにも、戦うために生まれて、戦うために命を削る。発想を逆転させろ。つまり俺は空っぽ、可能性は無限大ってことだろう。そう、チャンピオンへの道をまだ登り始めたばかりなのさ。その記念すべき初日にお前は立ち会えたんだ。これも何かの運命ってやつだろうな。何のことかな。うっと、シャドウ、いついかなる時もボクサーは敵の影を想定しないとな。すごいね、チャンピオン目指すんだね。じゃあボクシング部に入るの。
いや、なんていうか、そういう激しいのはまだちょっと、痛いのとか、ほら、嫌だもの。つうかさ、これ見てくれよ、この拳を。映画の中で主人公がサンドバッグの代わりに吊るした肉を殴ってたろ。肉屋に知り合いはいねえけど、漁協に親戚いるからよ。貯蔵庫の冷凍マグロをこうビシバシッと軽やかに殴ってたな。もうね、あれマグロとかそんなレベルじゃない。ただの氷、硬いのなんのって。倉庫番のおっさんには商売もんに何しとるかって怒られるしよ。おまけに手が、うわ、ほれ、もう生臭いったらありゃしねえ。ほんとだ、生臭い。ね、それは何？俺に夢中ってこと？その思いには応えられないが、なかなか趣味はいいぞ、新人。まさかゆく、本郷くんと仲良しだとは思ってたけど。なんで立ち止まった？まだ開いてないみたい。残念だな。あんこトーストとクラムチャウダーの組み合わせがもう最高。今日ならまだ早い時間だから寄って食べてく日もあったのにな。甘いものは別腹でしょ。レイちゃんの散歩もしたからカロリー的にもオッケー。アサリラーメンもやってるかもだしな。
ずっとシャドウしてたから小腹が空いたって感じ。シャレで頼んだら出てきたぞ。飲んでみよう。った真夏になったら作ってくれなさそうだから今のうちだよね。ところで野暮用って、まさか東先輩に用事とか。つまんねるんじゃしょうがないよね。そういえばさ、映画の中で主人公が生卵を飲んで走るじゃん。もんで俺も真似しようと思ったわけよ。いや、ただ飲み干すのも味気ないなと思って、ちょっと醤油垂らしてご飯に混ぜて飲み干した。サラサラっとお茶碗3杯くらい。おいしそうだね。生卵もそうすれば飲みやすいね。おや？あれあれあれ？ユッキーに本郷に姫かじゃん。おはようさん。もう登校時間か。私も一緒するからちょい待ちね。うん。父ちゃん、私もう出るからね。本郷さ、冷凍マグロ殴って遊んでたって。仕入れのおっちゃん、めっさ怒ってたよ。遊んでないっつーの。俺もすでにたっぷり怒られたっつーの。でね、レイちゃん、ゆっくんから離れなくて大変だったんだ。相変わらず、なんというか、動物に好かれるやつだな。すごいよね。一種の才能だと思う。私この前、
野生のスズメがユッキーの頭に止まったの見たよ。俺も見た。そして動画撮影してネットに投稿した。閲覧数1万超えてた。夢を夢で、夢も夢で、永遠のダンス踊りましょう。セピア色した花がふわり舞い上がってく。君の笑顔で時計の針が回る。Say hello.